今年でプロ11年目。大谷翔平と投げ合った頃のようなピッチングを披露してくれることを期待するファンも多いが、現在の不調を喜ぶ声もあるという。古巣阪神のフロントですよと、語るのは在阪テレビ局関係者だ。球団は戦力外で移籍したり、FA で出ていった選手の活躍を嫌います。藤浪の場合も、メジャーで活躍されたら阪神が育てられなかった環境が悪かったと球団がやり玉に挙げられてしまうからです。実際、フロントは彼を特別扱いしていた過去がある。高卒は5年間は寮生活を送るルールがありましたが、球団本部長が一人前になったとして本人の希望を聞き入れ、4年での大量を認めた。2020年、コロナに感染した際も、球団はチームメイトと夕食を共にしていたことが理由だとしていたが、後々、女性も含めた飲み会だったことが発覚。管理体制の甘さを指摘されたこともある。それゆえ、藤浪がメジャーでもなかなか芽が出ない状況を見て、あるフロントはこう語ったという。俺たちの責任ではないことが証明された。よかったわ。さすがにいかんでしょ。どうって言うんかな。まあ別に本来の姿よな。まあ阪神を擁護するわけではないが、藤浪は高校時代から濃紺やった。最初から濃紺だったんだから直せなかったことを恥ずべきだろ。阪神で濃紺直したピッチャーって青柳くらいか。球団としては伸びる伸びないは選手の勝手くらいのドライさでいいんじゃないか。どんなコーチも助言も本人が受け入れる気にならなければ無意味だよね。藤浪自身の問題だよ。いや責任はあるのでは。どっちにしろ構成できてないんだから阪神のせいやろ。ダルビッシュ見てみー。